ゴッドファーザーは、エレクトロニックアーツが2007年1月25日に日本で発売したコンピュータゲーム。原作は1972年の映画、ゴッドファーザー。ジャンルは、クライムアクション。2007年10月11日、プレイステーション3用、ゴッドファーザードンエディション、日本語版が、エレクトロニックアーツから7329円で発売された。 2008年3月19日には、プレイステーション2版がベストプライス版として再発売された。日本国外では、マイクロソフトウィンドウズ、XBOX、プレイステーションポータブル、Wii でも発売されている。プレイヤーは、これでオーネファミリーの一員である主人公を操り、幹部から与えられるミッションをクリアしていき、最終的には、どんの地位にまで登り詰めるのが目的である。 ミッションの種類は、殺人、護衛、買収など、豊富に用意されている。ニューヨークに住む死がない若者の主人公は、この街でのし上がるため、コレオーネファミリーの一員となることを決意する。1940年代のニューヨーク、当時の街並みが忠実に再現されている。1935オーバーン8511940キャデラックフリートウッドシリーズ75。 日本版では、海外版と違って、以下の変更点がある。ゴッドファーザー・ドン・エディション・プレイステーション公式サイト、ジャンクハンター、吉田のゲームネシネダン、第50回、成り上がれ、ゴッドファーザー・24ゲーマー、ジャンクハンター、吉田のゲームネシネダン、第51回、成り上がれ、ゴッドファーザー・24ゲーマー、ハット・ジャイクハンター、吉田のゲームネシネダン、第48回、 成り上がれ、ゴッドファーザーに4ゲーマー。ありがとうございます。